はい、皆さんこんにちは、こんばんは。あのね、皆さんにね、ちょっとね、謝らなきゃいけないんです。申し訳ありません。いろいろね、いろいろレビュー用の商品をね、こう整理してたわけですよ、ね。今この部屋で見えてないですけど、まあ、こっちの方にね、いっぱいこう商品山積みにしてあるわけですよ。で、まあ一つ一つこうね、レビューをね、やってきてるんですけども、ちょっとね、開封してなかった品物を発見しましてね。それは何かと尋ねたら、はい、こんなものがありました。もうね、もう古いです。これ私がよく買う、あの雑誌のね、雑誌のスマートのね、10月号のね、特別付録がまだ開封してなくて出てきました。もうね、これ11月号で、もう10月終わりだから12月号が出るんじゃないかなと思うんですけども、雑誌スマートの付録、これ何だったかというとね、ジャムホームメイドのね、超整理セブンポケット付き、スリーウェイショルダーバッグというのがね、残っておりました。はい、申し訳ありません。これね、あのタイムリーに紹介しようと思ってね、全然これ開封せずに忘れておりました。ということで、これ例えば、まあ、今日紹介して、ああいいな、欲しいなと思ってもね、本屋さんにもう並んでないんで、欲しい方はなんかバックナンバーで、取り寄せてください。はい、ということで、あの今更動画になりますけども、もうねこれもったいないんで、早速開封していきたいと思います。本当にね、申し訳ないですね。ちょっとね、いろいろ Amazon の方のね、レビューをいろいろしておりましたら、すっかりこうね、雑誌付録のね、おまけをご紹介するのをね、忘れておりました。はい、もうちゃっちゃちゃっちゃとね、開けていきましょう。もうね、これね、もうセロテープがね、べちょべちょ、セロテープべちょべちょ、これがね、嫌だわ、本当に。もうこれすぐ開けれないからね。はい、ということで、いきますよ。チャララッチャラーン、おーいっと、おーいっと。はい、セブンポケットスリーウェイ、おお、いっぱいなんか落ちた、いっぱいなんか落ちた、なんか知らないけど落ちたよ。はい、こんな感じでね、カバンでございます。あ、何が落ちたかというとですね、はい、こう肩紐がね、肩紐が落ちました。はい、こうね、ショルダー用の紐ね、こうフックになってますね。これがまあついてるということです。まあ、フックにつけなければこういうね、ポーチで使えるということですね。はい、ね、ここに、引っ掛けるところがこうついてるので、ここにね、さっきのショルダーの紐をつけるということです。で、表はどっちかな、こっちが表なのかな、よくわからないけど、ここにね、ちょっとわかるかな、ここに、ここジャムホームメイドっていうロゴがね、一応まあブランド名が入っております。はい、表はこんな感じです。で、ここにチャックがありまして、ここにね、ポコッと入れれるようになってます。大きな一つ袋ですね。で、反対側にもチャックがありまして、ここを開けるとですね、透明の、このね、透明の入れ物になっております。なので、何かこうすぐね、さっと取り出したい、こう見えていたのね、スマホだとか、なんかこう小物とかね、ここに入っているものがここ見えると、すぐ出したいっていうものはね、ここに入れておくのがいいかなというふうに思いますね。はい、ここに一つポケット、それから真ん中にね、大きな、これが一番最大のポケットでしょうか。はい、こんな感じで、ベローンって開けるとね、おすごい、まずね、大きなポケットが一つでしょ。それから背面側にもう一個ね、こう大きなポケットが一つあります。ちょっとね、画面では見にくいかもしれません。で、反対側のところに、こんな感じでね、ちょっと見えるかな、アップにしようか。こんな感じで、こんな感じで、いろいろタブレットとかね、いろいろ書いてある。これね、細かい、ここで1個仕切りでしょ。で、ちょっとね、分かりにくい、ここにね、ちっちゃいポケットがね、いっぱいあるの。ね、内側に仕切れるような感じで、ちっちゃい、ね、ポケットがある。一応ね、タブレット、ウォレットなんで、財布かな、財布、それからね、なんかね、アダプターとかね、イヤホンとか、そういうのをね、細かく仕切れるように、仕切ってますね、ここね、入れれるように、分かりやすく。で、ここね、分かりにくいかな、ここにね、ペン差しなんかもね、こう輪っかでついてます。はい、
なので結構ね細かくちっちゃいものをここにさささと入れてね、持ち歩くことができるポーチね、になっております。ジャムホームメイドさんとのコラボ商品ですね。はい、今更動画としてね紹介しましたけども、これなかなかいいんじゃないですか。これね多分合皮だと思いますけども、表面これね少々濡れてもさっとね拭けばね結構こう汚れないし水も弾けるし、まあこっち側は透明のビニールになってますし、これなかなかいいんじゃないでしょうか。ちょっとそこまでお出かけっていうような感じでね使う時、あるいはビジネスなんかでもこのショルダーを外しておけばポーチね、ポーチ今なんていうのクラッチバッグっていうのかな、我々のね時代ではねなんか違う言い方セカンドバッグとかなんかそんな言い方をしてたような気がしますけど、今だとクラッチバッグっていうのかな、ああいう感じでこうね持てる。でもこれちょっと黒だから集金のおじさんみたいだね、私が持つと ねちょっと、今月はいくらいただきますみたいなね、なんかそんな感じになっちゃいますけど、若い人ならおしゃれに使いこなせるんじゃないかなと思います。それからまあちょっとお出かけお買い物したいなという時はここねショルダー紐つけてまあこうねポーチ的に使うというような感じで、どうなんでしょう。黒なんでね、男性も女性もね兼用で使えるんじゃないかなというふうに思います。女性なんかねちょっとね、こうアイラインとか口紅とかにこう見えやすいものをここに入れてもいいかもしれませんね。はい、ということで、今更になりましたけども雑誌スマートの10月号付録、もう今多分11月号も終わって12月号が出始める頃かなと思います、眠っておりましたね。雑誌スマートの10月号特別付録ご紹介しました、この商品ちょっと気になったいいなと思う方、書店にはねもうないんで、バックナンバーで取り寄せてください。はい、ということで、雑誌スマート10月号特別付録、これはジャムホームメイドさんとのコラボ商品、7ポケットね、7ポケットの3ウェイバッグご紹介しました。それじゃあ